クリスさんみたいに自由に仕事ができるにはまだ私には足りないものが多すぎてどこからどうしたらいいかわからないです。退職日は決まっているのに仕事も決まりません。とりあえず勢いで転職してみたような感じで大丈夫なのでしょうか。もうどうしたらいいかわかりません。 OK、 勢いで転職した方がいいのか勢いで転職しない方がいいのかっていうことについてちょっとお話しできれば幸いです。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、LINE の Q&A ちょっと答えていきたいと思います。はい、LINE の Q&A 用意しました。Alright, ゆかさんから質問が来てます。YouTube 本当にためになるものだから刺激をたくさんいただいています。ありがとうございます。いろんな質問が来て、クリスさんは日本でイベントなどの来日スケジュール予定はありますか？すいません、今ねちょっとフライトプログラムっていう新しいウェビナーとかがいっぱい入っているコースをもう本当にスポーツジムってあるでしょ、体のそのマインドジムみたいなのを今、ね、みんなで作ろうとしてて、それがちょっとローンチしたら多分秋からイベントをもうちょっと定期的にやっていくっていう感じで進んでいます。でクリスさんみたいに自由に仕事ができるにはまだ私には足りないものが多すぎてどこからどうしたらいいかわからないです。うん、退職日は決まっているのに仕事も決まりません。とりあえず勢いで転職してみたような感じで大丈夫なのでしょうか。もうどうしたらいいか分かりません。 OK OK Alright Alright OK 勢いで転職した方がいいのか勢いで転職しない方がいいのかっていうことについてちょっとお話しできれば幸いです。 Alright、 どういうことなんだというと、 OK、 何があってもゆかさんはうまくいくのね。で、今やばい大変なことになっちゃうっていうのはこの自分の幸せの中のこの何て言うのかな、波動、恐怖の波動なんだよね。で多分それ過去から来てたり、まあ、リアルにね、まあ、恐怖なわけよ。でそれはそうなるわけよ。でこのディープワークとしてその恐怖と向き合っていくことによって、あ、私は何があっても大丈夫なんだ、ね、私には問題を乗り越えられる力があるんだって気づくことになっていくわけよ。すると問題が出てくるときにもちろんキャって最初なるよ。でも冷静に向き合ってこの問題から学べることは何だろうっていうことによって自分の成長につながっていくと僕は本当に心から信じているんですね。だからどういうことかっていうとね、これ本当に親切に書いていただいてすっげえ嬉しいの。自由に仕事ができるには、クリスさんみたいに自由に仕事ができるには、 OKOK、 こうやって自由に仕事ができるようになりたい時に一つこのショートカットをお伝えします。どういうことかっていうと、例えばさ、森の中を綺麗なさ、カリフォルニアのね、レッドウッドフォレストね、もう1000年以上の木がある場所あるんだよ、アメリカのカリフォルニアに。でそこを散歩してるとしようよね。ね、でそれすごい綺麗なパスね、道があって、それをもう最高の森の中でね、マイナス4みたいな感じで歩いてるわけよ。ね、綺麗やろ、もう完璧な綺麗な歩きができる散歩なんですよって思うじゃん。でも自由に仕事ができるようになるっていうのはどういうことかというと、実はこのパス、この歩く道を行っているとでっかい木とかが倒れてんのよ。マジ1800年育った木とかが倒れてるわけよ。はぁみたいな、マジだから何しないといけない、ちょっとこの木を登らないといけないわけよ。ぬーって言って登って、ふーって言って、でまた行くとまた倒れてんのよ。でマジこのレッドウッドフォレストに行くと、もうこの木倒れてて、そこだからトンネルが車で通れるようなトンネルとか掘ってるわけよ。ある、だからこの道、私が今話しているこの自由に働けるようになる仕事、愛せることを仕事にできるようになるっていう道にはね、問題がない道じゃないのよ。この問題っていう木がいっぱい倒れてるから、出てきたら入っていって乗り越えるの、それだけなので、そんなに嫌なことじゃないの、あ、また来たわみたいな感じなのよ、ね、これがあるんだって知ってるとすごい楽なの、ね、すごい楽なの。
これがすごいなんかセンターポイントアドバンスね、柔術テクニックみたいなね、これがね自分の翼を出していって飛んでいくコツなのね。OK、それがまず一つで、Alright、じゃあちょっと現実なところに触っていきましょう。Alright、個人的にこれ本当に人それぞれなんだよね。ね、僕はね、やっぱりこの、ね、チャンネルの登録も、ね、結構何万人の方も見ていらっしゃっているし、で僕もこれはプロフェッショナルとして実はあのビジョンプログラムっていう、このもう本当にやるには2ヶ月以上かかると思うのね。結構本当の自分と向き合って、私が得意なことは何だろう、私が好きなことは何だろう、仕事っていいの感じ考えるんじゃなくて、私はどうやって生きていきたいんだろう、私は何をやってるのが好きなの、私は何をやったら他の人が喜んでんの、どういう場所に住みたいの、自然の中がいいの、海がいいの、都会がいいの、一軒家がいいの、森の中がいいの、ね、太陽が見えるところがいい、どの国がいい、本当に自分が何をやったら幸せなんだろうっていうのを、ね、今すぐじゃなくてとりあえずそれを明確にしているわけよ。本当の夢のような春休み夏休みとかで、次仕事じゃなくて、いやちょっと待って、本当にどういう人たちと働きたいの、どういう感じで働きたいのかっていうのを見つけ出すと、多分いくつかこの、やりたいことが出てくるんだよね。で中にはこれは趣味でもいいじゃん、例えば僕ドッグトレーナーになりたかったんだけど、まあ、それは正直言って趣味でもいいんだよね。であとリサイクル工場みたいなのやりたかったんだけど、正直言ってそれ40歳50歳でもいいやってなって、今僕の自分のこの仕事を選んでるんですけど、これをやっぱそのなんていうのかな、いや僕はこれも本当に10年以上やってきたんだけど、それをこのプロセスを本当に結構いっぱいのワークなんだけど、これがあのビジョンプログラム、自分のビジョンを見つけるっていうのをやって、でそこで僕が教えているのは、急いで転職しない方がいいって言ってるのね。でこれ人それぞれなのよ。あれそれも本当に魂が決めていることで、僕がね転職がねゆっくりやった方がいいよって言っても、もう魂がいやこれも今すぐっていう人はもうするから、ね、でもよくあるパターンはこの急いで転職する、急いで次の仕事が決まってないんだけど、パーって今すぐ私欲しいからみたいな、このハイヤーセルフじゃなくて小さい子供の自分の部分、今もうこれじゃないと今じゃないとダメだろみたいなのが入ってくると、何がよく僕が見てるパターンはお金がなくなっちゃうのよ。仕事スイッチできるわけよ、仕事を辞めることはできるんだけど、次の仕事が決まってないから、最初の1ヶ月とかわーいわーい自由とか言うんだけど、その2ヶ月後3ヶ月後になって貯金が減ってきて、貯金が増えなくて生活費とかが払えなくなったり、その恐怖が入ってくるわけよ。でこの波動って結構手強い波動なのよ。これはアドバンスの波動なんだよね。もう本当にお坊さんになるみたいな覚悟で乗り越えることはできると思うんだけど、好きなことを仕事にしよう、何を仕事にしようかしらみたいな思ってて、生活来月の家賃払えないってなると、もう好きなことを仕事にしようみたいな、もうそんなことどうでもいいのよ、とりあえず来月の家賃、今月の家賃払おうよみたいになるわけよ。でそうするとどうでもいいところをまた仕事で選んじゃう。でよくあるのは、過去にブラック企業とかグレー企業に入ってる人はまだそこの直してないから、怖い人と向き合って怖い人の嘘を断るっていうワークを本当にゆっくり時間かけてやってないから、また前の成功パターンで、また前のサバイバルパターンで、そのブラック企業とかグレー企業みたいに入っちゃうわけよね。でそこで社員とかになっちゃって、また辞められない仕事になっちゃって、なんでっていうと、まだそのあなたにはその怖い人の嘘を真実じゃないことを断るっていうレッスンがまだ残ってるからのかな。だから結構これいろんな魂のレベルでいくと深いのよ。人の嘘を断るっていう、人からの嘘を断る、集団の嘘を断るっていうワークも入っているし、自分にこういうのを与えてもいいんだっていうワークも入って、でもそもそもそれ自分に与えたいものは何なのなんだよね。あれかな。なので結論的にこういうのやればいいよっていうのは、僕は今ちょっとごめんね、難しいんやけど、俺だったらこれを考える。自分が本当に好きなこと、自分が
本当にちょっとでも他の人より得意なこと、めちゃくちゃうまい天才とかじゃないよ、才能があるっていうのはちょっとでも上手ければ、私はどういう場所で住みたいのか、ね、どういう人たちと働きたいのか、ね、例えば自分の年収を、ね、このぐらいあったら嬉しいなっていうのをちょっと想像してみて、ね、うん、まあいいや。で、手っ取り早いのは、例えば自分に50億円の宝くじが当たります。で、これは夢の宝くじジャンボのスーパージャンボで、なんと毎年5億円入ってくるの。だから最初50億円入って、その後毎年5億円入ってるから、永遠にお金がもう生きてる限り永遠に入ってくるっていう、もうスーパージャンボ夢ドリーム宝くじが当たりました、ね。で、何するって、あなたはもうどこ行って遊んで、で、遊びきって疲れてもう遊べねえってなったら何したい。多分それが本当に自分がやりたいことなんだよね。じゃあそれをやっている人はどこにいるの。そういう人たちの本を読む、そういう人たちの YouTube を見る、そういう人たちのセミナーにいる、そういう人たちはどうやって実際にビジネスをやっているのかっていうのを学んでいく。で、それをどうやってやるかっていうと、僕はメインの収入があることと副業っていうのをクロスミックスして、副業をメインの仕事にする、いずれはみたいなやり方も一つあれだし、弟子入りするっていうやり方もあるんで、ごめんね、これ本当にね、話がめっちゃ長くなっちゃって、ビジョンプログラムのもしね、よかったら、あれ30日ね、返金ポリシーついてるから、もしよかったらそこでいろんな声を本当にね、めっちゃ詳しく話して、毎月ライブウェビナーでこういう質問も受けてるので、そういうのが興味ありましたらぜひね、そこに入っていただければ嬉しいです。 Alright you guys、 ちょっと話長くなっちゃったんやけど、 I love you guys and I will see you next week。 なんか質問があったら LINE で教えていただければ幸いです。 See you guys, bye!